やはり、ジャガ、ハリエン。カーディナル様、一体。キリトよ、感じぬか。あの木がまとう、まがまがしく強大な真意を。まさか。何なんです、キリト。アドミニストレート。何を言っているんですか。確かに、あの木から感じるんだ。アドミニストレーターの意志、真意を。恐ろしいまでの生への執着。奴が抱えるその意志が、あの木に焼き付いておる。しかし、最高司祭様は倒したはずです。そうでしょ、キリト。ああ、そのはずだ。確かにこの手で倒したの。じゃが真意が残っている以上、アドミニストレーターはまだこの世にいるということじゃ。あやつがどういう状態で、どういう意図のもとにあの木を生み出したかまではわからんがな。友情、またアリスがアドミニストレーターの手に。もう一度取り戻そう。うん、そのためにはまた最上階に入らないとな。飛行術を使えば最上階に直接近づくことは可能じゃが、木が邪魔しておるからな。アドミニストレーターの真意をまとった木か。剣や術式がどれくらい通用するか試してみよう。そうじゃな。あのお取り込み中っぽいけど、キリト君ちょっといい？私たちアンダーワールドの状況についていまいちついていけていないというか。アドミニストレーターというのは一体何なんでしょうか。まあそうか、それもそうだよな。説明ならわしの方が慣れておる。キリトにも散々話したからな。その間キリトはユージオやアリスと共に木について調べてきてくれんか。わかった、任せるよ。私たち3人で共に調査へ向かい、手を尽くしたものの、現時点で木は破壊不可能と判明。しかしユージオが木はギガスシダーと同じものだと気がつき、キリトはそれをカセドラルシダーと名付ける。そしてセントラルカセドラルから修道女たちを避難させ終えたエルドリエと合流、対策本部へと向かった。騎士長、ただいま戻りました。おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だったか。はい、おじさまや他の方々もご無事で何よりです。死傷者が出なかったのは奇跡だな。それにお前ら二人も。どうも。まあ、お互い無事でよかった。カセドラルの人たちはあんたが避難させてくれたんだよな。どうもお疲れ様。なぜ私が反逆者ごときにねぎらわれなければならんのだ。エルドリエは随分と不満みてえだが。いや、
そういうわけでは。悪いな。お前らの行動がどれだけ正しくとも、一度は敵対しお前らを認めない騎士も多いと思うが。もちろん分かっているさ。その上で正しいと思って行動したんだ。そうですね、キリトの言う通りです。話が早くて助かるぜ。まあ、アリスの嬢ちゃんと分かり合えたんだ。他の騎士たちにもすぐに認めてもらえるだろう。とはいえ面識のない騎士もいるだろうしな。この場で二人ごとを紹介しておくか。おい、シェータ、レンリー。シェータシンセシス12。俺はキリト、よろしく。うん。静かな人なのかな。でも初対面だし、何か喋った方がいい。あの、武器は何を？この黒百合の剣よ。もしかして切られたい？すみませんでした。彼女はカセドラルの元老院で凍結されていた戦国騎士の一人だ。同じ凍結中とはいえ、シェータと他の戦国騎士ではかけられていた術式が少し違っていたらしくてな。シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士はあの木と一緒に上空へ登っていっちまった。そうか。それでこっちは？レンリシンセシス27です。キリトです、よろしく。あれ、なんだかこいつ。こいつもシェータのように凍結されていたんだが、彼女よりも前にチュデルキンが覚醒させたみたいだぜ。お前とユージを迎え撃つために戦国騎士を増やそうとしたんだろう。とはいえ完全に覚醒するのが遅すぎました。目覚めた時には最高司祭様は亡くなられていましたから。あ、いや悪い、責める気はないんだ。おそらく覚醒が間に合ったとしても僕には。まあそれぞれ思うことはあるだろうが、今はやめておけ。はい。それでそっちからの紹介はねえのか。いつの間にか随分と大所帯になっているみたいだが。彼女たちは俺の友達だよ。力を貸してくれるためにここへ来てもらったんだ。アスナと言います。西方騎士をまとめているベルクーリだ。ジョーちゃんと一緒ってことは当然味方ってことだよな。ええ、もちろんです。そいつはよかった。こんな事態だからな、味方は多い方がいい。あと紹介すべき人は彼女だ。このガキは。ずいぶんと不遜な物言いじゃの、ベルクーリシンセシスワン。まさかあんたがそうなのか。もう一人の最高司祭。正しい認識じゃが、わしの立場に関してはもう少し気を使うべきじゃろうな。立場とは？ここにいる者以外にはアドミニストレータの死を秘匿しているのじゃろう。ああ、長期の睡眠に入ったと説明している。ではわしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろう。最高位の人物が二人いるというのはあまりに不自然じゃ。まあ言われてみりゃそうだな。そこでじゃ、当分はわしのことを最高司祭代理とでも呼ぶといい。あんたはそれでいいのか。構わん、わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これでひとまずの紹介は済んだかな。なら早速この事態についての議論を始めよう。もちろん突然現れたあの木についてだ。カセドラルシダ。カセドラルシダってのはあの木の名前か。ああ、近くまで行ってきたからな。おう、なら聞かせてくれ。カセドラルシダについて分かったことを。破壊が困難となると
一体どのように対応すれば。地道ではあるが、起こる事態に対応しつつ原因を調査していくしかないじゃろう。カセドラルシダーの調査はもちろんだが、まずは混乱する王都の民たちをどうにかしねえとな。飛竜の剣も含めて混乱の極地ですね。飛竜の剣、何かあったのか。まあ、カセドラルシダーが出現して最上階が空へ登っていく中で、飛竜に乗った何者かが南帝国へ飛び立つのが目撃されたんだ。飛竜に乗っていったってことは聖護騎士の誰かじゃないのか。いや、聖護騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのはカセドラルにいた俺も知らない誰かだ。聖護騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて確かにありえないな。そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。手を貸してくれるか。ああ、もちろん。突如現れたカセドラルシダーによって王都は混乱の渦中にあった。俺たちは聖護騎士と共に対策本部を設立、その後は混乱を鎮めるための対応に追われることとなった。そして王都が以前のような落ち着きを取り戻す頃にはカセドラルシダーの出現から数十日が経過していた。ベルクーリオ、聖護騎士の中からカセドラルシダーの問題に対応する人員を避けるか。そいつは難しいかもな。本来の任務である果ての山脈の警護、それから四帝国の近衛軍を再編再訓練する必要もある。暗黒界との戦争に備えてじゃな。ああ、実戦経験のない近衛兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら、ジョーちゃん頼めるか。わかりました、よろしくお願いします。カーディナル様。うむ、心強い。カーディナル、俺と遊女にも手伝わせてくれよ。うん、今度こそ彼女を取り戻すにはカセドラルシダーの問題を解決するしかないからね。私たちも力を貸します。ラースからの連絡がない以上ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿。どうした。魔獣が現れました。魔獣が、まったくこの状況で騎士たちで対応できないのか。いえ、それが発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは異なる特徴でして、攻撃を仕掛ける前に状況を騎士長のお耳に入れておくべきかと思いまして。場所はどこじゃ。王都にほど近い南帝国の領地です。考えたくはないが、状況的にカセドラルシダーとの関係を疑ってしまうな。それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは王都の混乱を鎮めるまで動けないだろ。ああ、頼む。キリト、クレグでも気をつけるんじゃ。俺と勇者は聖護騎士になるため鍛錬に励んでいたが、禁忌を犯し罪人としてセントラルカセドラルへと送られる。そして記憶を失い聖護騎士となったアリスと共に最上階へとたどり着き、冷酷な支配者アドミンストレータと対峙、死闘の中自らを剣に変えてたった一人で彼女に立ち向かおうとした勇者を、俺は必死で手を伸ばす。俺の手はどうにか親友に届き、激闘の末二人の力を合わせアドミニストレーターをついに打ち倒した。だがその後カセドラルシダーという謎の樹木が突如カセドラル全体を覆い、塔の上層は天井に切り離されてしまう。またカセドラルシダーはアドミニストレーターの真意をまとっており、俺たちは
彼女の存在が未だ絶えていないと知る。そんな状況の最中、南帝国での魔獣目撃情報が舞い込み、俺たちは情報のあった場所に調査へ向かうこととなった。アリス、キリト遅いです。もうあと少し遅ければ置いていくところだったよ。ごめんごめん。でも俺は知ってるぜ、ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。まったく。ほら早く行きますよ。ああ待ってくれ。何です？もう一度約束しようぜ。そうだね、やっぱり僕たちはいつだって三人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。ほらアリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち三人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。何があっても離れない。約束だよ、キリト、アリス。ああ